今日はスパゲティ、春菊と水菜の海鮮スパゲティでございます。シーフードミックス入ってます。うまそうです。はい、パはい、ドンパドクス協会でございます。本日はさっきも言いましたけど、水菜と春菊の海鮮パスタでございます。というわけでいただきます。作り方はマニアチャンネルの方のパテモソンナウっていうのをやってるんですけども、そちらの方で作ってますんで、よかったらそちらに見てください。いただきます。唐辛子かけた方がよかったかもしれないな。ちょっとピリ辛入れてないんですよ今回。入れてみよう、後で入れよう。うん、唐辛子量ちょっと味を少し塩足そう。パスタってね、もっとなんか塩分を減らせたらな、味付け的にいいんやけど、どうしても味が薄く感じやすいよね。まあ俺の舌がバカなのかもしれんけど、これ残しておきましょう。はい、これでおいしいはずです。うん、美味しくなった。今札幌一番塩ラーメン食べてないんで、腹ペコでした。うん、朝一応野菜ジュースなんだけど、12月7日龍が如く極み2が出る、やよしいですね。うん、ついこの間まで極み1プレイしました。うん、面白かったんで楽しみです。今日から始めます。あと今年の年末は先もそうあります。まあここのチャンネルではないですけども、はい、最近マニアチャンネルの方で動画上げることが多くなってて、まあたわいもないですよ。マニアなんでね、マニア向けなんで、うん、たわいもない前で言う皆様へ的な感じのショートなやつをね上げたりとかしてるんですけど、大体飯作ってますね。うん、この飯動画撮る前に撮ってたり、その関係でそのカメラマンもやってるから、この飯動画のオープニングアップのやつはこれやとね持ってくの面倒くさいんで撮れなかったんですけど、食べ物のアップの映像が撮るようになりました。
うまいな、海鮮パスタ。やっぱこれシーフードから出るエキスはうまいやな。本当は米食べたかったんですけど、米が切らしててね、うん、米調達してこな。うまい。うん、ちょっとシーフードも見えたんでね、めちゃくちゃうまかったです。というわけでパテモス協会、春菊と水菜の海鮮パスタでした。ごちそうさまでした。電話鳴ってる。